柏の葉ミュージックフェスタでございます、ララポート柏の葉で幸せいっぱい音楽の街柏を実感できるイベントということで開催させていただいております。それではですね、まず、柏市長秋山博康より、ご来場の皆様にご挨拶差し上げます。皆様こんにちは、ありがとうございます。今年もララポート柏の葉ミュージックフェスタが始まりました。実はすでにゴールデンウィークに、境根中学校の演奏が第1回目で、今日が第2回目となります。我ら柏の自慢、そして誇りとなる今日は一柏の吹奏楽の演奏です。このララポート柏の葉ミュージックフェスタは、柏の吹奏楽だけでなく、お隣の松戸や流山、いろんな学校やあるいは一柏の OB とか、そういった方が毎週毎週いろんな音楽を届けてくれます。一箇所も素晴らしい演奏ですけども、それ、他の学校もそれの、学校内の個性があって、とても楽しい音楽を繰り広げていただいております。我々柏は音楽の街として、多くの皆さんに音楽を聴いていただいて、そしてその繰り広げてくれる小学校、中学校、高校の皆さんを応援していって、柏を盛り上げていこうと思っております。これがもう子どもたちがいろんなところで演奏すると思うんですが、この柏の葉、ララポート柏の葉だけでなく、いろんなところで、
足を運んでいただいて音楽を聴いて応援していただきたいと思います。今日は、ぜひこれから市川市の素晴らしいステージがございますのでお楽しみください。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。先ほど1曲目はですね、サムスカンクファンク、1975年の曲、そしてルパン三世と、どちらも70年代でした。ルパンももう原作から50周年だなんだそうですね。今赤いあのブレザーで踊ってくれましたけれども、実際はあの緑だったり青だったりしてるので、今なんか青でまたアニメやってるようです。続きまして、吹奏楽のオリジナル曲を1曲、アルフレッド・リード作曲、吹奏楽のための第1組曲よりギャロップです。それではどうぞ。続きまして本校校長戸橋明子より皆様にご挨拶。皆様こんにちは、はじめまして。柏市立柏高等学校校長の戸橋と申します。本日はララポート柏の葉ミュージックフェスタに本校吹奏楽部を参加させていただきまして本当にありがとうございます。柏市立柏高等学校、市立柏高等学校通称市柏でございますが、柏市の北の外れ、学校の脇を流れている運河を渡りますとそこはすぐ野田市という立地条件でございます。実は最寄り駅はこちらの柏根葉キャンパス駅の次の柏田中という駅なんでございますが、駅からいくら最寄り駅といっても歩いて30分以上かかるという、かなり厳しい立地条件でございます。で生徒のほとんどは自転車で通学をしております。朝早く国道16号や県道を、大きい荷物を持って長いチェックのスカートでポニーテールをして失踪している、女性と大体本校の吹奏楽部と思って間違いございません。市立柏高校は非常に部活動の盛んな学校で、7月の部活動加入率は 96.7%、
ほぼ掛け持ちができない厳しい部活が多くございますので、ほとんどの生徒が部活をやっております。中でも吹奏楽部は部員数が234名と、本校全校生徒969人の 24%、 4人1人は吹奏楽部という大所帯でございます。はっきり申し上げて日本一の吹奏楽部でございます。昨年度は全日本吹奏楽コンクールにおいて5年連続の金賞をいただきましたし、その他全国、ありがとうございます、その他全国レベルの大会でも文部科学大臣賞など最優秀の賞を頂戴しております。またこの4月には、上海の方に、中国からの招きを受けまして、上海の国際音楽祭に5泊6日で参加してまいりました。それも2、3年生全員160名を4人で引率したということで、まあ、向こうでも演奏は非常に反響が大きくて、国際交流もさせていただいて、世界的にも注目されているのではないかと思います。ただこの華麗なる一歌詞の素晴らしい吹奏楽サウンドというのは日々の地道な、非常に地道な練習活動によって生み出されているものでございます。特に本校ご近所にお住まいの皆様には朝から晩まで鳴り響く練習音で非常にご迷惑をおかけしていると思います。また保護者の皆様のさまざまなご支援があってこそ生徒は練習に専念できるというふうに思います。まさに学校、家庭、地域が連携協力しての、本校の吹奏楽部の活躍であると思い、謙虚な心、感謝の念を忘れずにこれからも頑張ってまいりたいと思います。本日は、日々の練習の成果を十分に発揮したいと考えておりますので、どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。ありがとうございました。小中学生の皆さん、あるいはお子さんいらっしゃいましたら、ぜひ一歌詞にお願いいたします。はい、続きまして、カウント・ベイシー、ジャズの名曲です。キュート、それではどうぞ。
はい、ありがとうございました。先ほど、まあ、本校の宣伝させていただきましたが、まあ、パソコン の, そちらの方でも今インスタグラム流行ってますよね。それからフェイスブック、こちらの方でも載せてますので、市立柏高校吹奏楽部で、検索してみてください。中にはですね、今指揮を、指揮でね、やってる時はものすごく集中しているので声もかけづらいんですけど、石田先生のコーナーもありますので、ぜひご覧いただければなと思います。はい、続きまして、J-POP の、間違えました、ごめんなさいね、ちょっと日曜日の楽しい曲ですね、アニメの踊るポンポコリンです。こちらは、ちびまる子ちゃんのテーマソングです。それではお聴きください。30年以上やってるんですかね、国民的な番組になりました。次はですね、J-POP のメドレーをお送りいたします。最近結婚のお話がありましたスーパーフライですか、こちらの曲から愛を込めて花束を、その次が、SMAP、こちらもね話題がありますね、SHAKE ですね、この曲もだいぶ古くなりましたね、もう25年ぐらい経ちます。それから少し新しいところでケラケラというグループでスターラブレーションで、最後は関ジャニ8ですね、こちらもちょっと今メンバーが一人抜けるんじゃないかということで話題です。ガムシャラ行進曲と4曲を続けてお聴きいたします。それではどうぞ。
はい、ありがとうございました、J-POP のメドレーをお聴きいただきました。はい、続きましてですね、次は、宝島、大変吹奏楽でよく演奏されるので、知ってる？ありがとうね、はい、宝島は吹奏楽の曲だと思われているようなんですが、実はですね、もうこれもかなり古いんですけど、30年ぐらい前にですね、スクエアというグループがありまして、そのスクエアの、ナンバーだったんですね、今では本当に吹奏楽でよく演奏されております。はい、途中でサックスのソロがあるんですけど、本校ではサックス全員で1年生も入れてやりますので、何人出てくるか数えてみるのもよろしいかと思います。それでは宝島をお聴きください。全員来てれば34名の数でございます。はい、真ん中が2列になってましたね。はい、続きまして今度は地元の曲ですね、大月みやこさんの歌で有名になりました柏踊りでございますが、まあ、柏といえば今一柏もまあ名物に数えていただいてるんですけども、新しくですね、柏にもう一つ名物ができました。本校音楽監督石田修一が指導しております、海地国際大学でございます。石田先生、ちょっと海地のをご紹介していただいてよろしいですか。皆様方のお手元のパンフレットに来週、6月3日こちら昨年もやらせていただいたんですが、海地国際大学の吹奏楽部とうとう50名を超えました。最終的には80名から100名近くになるんではないかと思いますが、昨年に比べても一段と大人の演奏になってきておりますので、ぜひ
6月3日、時間は何時でしたっけ？14時です。14時、午後、2時ですね。2時から演奏しますので、聴いていただけるととてもありがたいです。それとあと1月、来年の1月6日、天満敦子さんというバイオリニスト、もう日本が世界に誇る素晴らしいバイオリン奏者なんですが、天満敦子さんがですね、もう開智国際大学石田先生の指揮だったら一緒にやってあげるわということで、ニューイヤーコンサート1月6日柏の市民文化会館で、開智国際大学の伴奏でですね、天満敦子さん、演奏してくださいます。そちらの方のチケット9月から発売しますが、一応950円と一貸しは800円でチャリティーコンサートやってますが、いろいろ費用がでも私立の大学ですのでね、はい、なかなかまだ予算つかないので、でも天満敦子さんの演奏会を950円ということはありえない金額です。ぜひチケット9月から発売しますので、おいでください。でもその前に今度の日曜日2時にお待ちしております。よろしくお願いします。はい、柏木ね、また新しい団体、成長してます。ぜひお願いします。はい、それではですね、前の方に、ダンシングチーム並んでますけれども、真ん中にはですね、すいません、どうしました、あ、イーグルキャップ君並んでますね。はい、それでは柏木踊りです、どうぞ。柏祭りのパレードにもね参加しますので、ぜひまた見に来ていただけたらと思います。はい、皆さんこちらにですねチラシ本校の顧問などが配ってると思うんですけど、ほぼ毎週行います。来週の開智国際大学もありますけれども、その後も毎週あります。ただし7月に入って7月8月とほとんどございません。理由はですね、大変暑いので、そこだけちょっとございませんけれど、それ以外はありますので、ぜひ、またですね、こちらのミュージックフェスタに来ていただけたらと思います。はい、それではですね、上海にちなんだ曲を何曲か聴いていただきます。まず中国の民謡ですね、ジャスミンという曲ですね、こちらをお聴きください。どうぞ。Thank you.
ございました、ジャスミンともう一曲ですね、歌唱祖国、北京オリンピックで小さい子を歌った曲です、続きまして、イエライシャン、こちらはリコ最後あ最後ですか、はい、中国あそうですね、はい、この曲で中国の曲が最後でございます。これもですね、最近中国でまたリバイバルしてヒットをしています、イエライシャンのシャンは今パンダで有名なシャンシャンのシャンでございます。それではお聴きください。ねえ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 、ありがとうございました、上海、ツアーの3曲をお聴きくださいました。ですね、向こう行ってですね、大変行くところ行くところで好評いただきまして、特に開幕式と閉幕式というところではですね、指導者の方が1000人ぐらい来てたそうで、どんな練習をしたらこうなるんだというような話とか、あの団体は何者だとか言われたんですね。かなり向こうの方にとってはこの演奏衝撃的だったので、そういう意味では本当に行ってよかったなと、これからもまたあちらこちらで、演奏させていただけたらなと思います。はい、続きまして、カーペンターズの名曲です。アルトサックスのソロでお聴きいただきます。青春輝き、どうぞ。
はい、ありがとうございました。青春の輝き、いよいよ午前の、ね、最後の曲となりました。まあ、本校の、まあ、一番、なんですか、まあ、持ち曲といいますか、よくアンコールで演奏してるんですけども、こちらの曲を最後の曲としたいと思います。打点ナンバーですね。お酒の名前がついてますけど、テキーラというね、とても元気で、華やかな曲ですので、まあ、終わりにちょうどいいかなと思います。ね、テキーラでのというこの衣装の準備もできましたので、これからテキーラを送りまして、午前中は終わりにしたいと思います。午後1時からもまた演奏ございますので、よろしければおいでください。それではテキーラです、どうぞ。
とうございました、最後の曲はサンバでララポートでした。それではお気をつけて、お買い物の方に、行かれてください、お疲れ様でした。ありがとうございます。本校の職員が顧問がですね、今チラシを持っておりますので、まだチラシ、いただいてない方いらっしゃいましたら、ぜひ、持って行っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ここの演奏会の受け等も記載されておりますので、ぜひ、1枚、2枚、3枚とお持ち帰りください。